種に交わって赤くなれイエーイ赤瀬ヒロクです。赤い彗星アザロです。お願いします。お願いします。お、今日はあれですか、ついについにやね、ついにあの君の痔の手術を、痔の拙者で拙者で拙者で見たい見たかない全面モザイクやで。でもいいやろ、痔の手術ぐらい。今なんかあの搾乳動画とか普通にやってるやん。なんかないいやろ、知ってるかもしれんな。痔の手術あれ、あちらはどっちかっていうと医学的な、確かに検知が必要やからよし、じゃあ早速予約取ってある。違う違う、取ってないから。取ってないまあ髪の毛をね、お今完全に、キンキンにしてきたわけなんですけども、まあ、こっから色を入れようということで、色を入れる、何色にしようかなと考えたんですけど、とりあえず赤にしようということで、とりあえず赤に、うん、分かった、斧を持ってくるから、ガッてジューッ、根元がジューワーなって色入るかね、いいよ、その様子を拙者で一番あかんからなえ、じゃあ何染めんの。いや、まあこれをね、買ってきたわけなんで、ホーユーじゃないですか。ホーユーです。これ女性もんじゃないの。ホーユーや。いや、なんか男やし、いかここ女の人やで、ね、これ分からんな。女の人やで、ね、分からんな。分からん、まあ分かりする。俺がやったらいいって言われるな。まあやってもらおう。綺麗にな。いや、だって下手やもん。このまま赤くじゃ大丈夫だ。実際どうしようもない。やっぱりな、髪の毛ってな、人にやってもらうと確かに後ろとか分からへん、うん、だってこれ後ろ向いてみ、やっぱり根元は黒く残ってるから。こうやってんやろな。ってことで俺が綺麗に君を染め上げてあげよう。よし、どうする、これ俺にやらしといて。君今眼鏡外して見えへんか。見えん。全然違う、もうなんかあの用途チンキとか塗ってるだけで、まあ、用途チンキやったらいいか。まあまあまあ健康にやもん。これが2液、これが1液、これを混ぜるわけやな。アフターから美容液。あ、そうなの。これは後で牛乳か、牛乳水に溶かして飲むらしい。飲む飲むらしい。書いてある。読めないあ、あのな、染めて流すやんか、うん、これで流せって。あ、シャンプー、うん、へえ。じゃあ早速やっていこうか。便利。でもな、混ぜる、見て、はい、混ぜる前白なんやな。ほら、ほら、ほんまや。これが混ぜると赤になるんやな。不思議。美術の先生に白と白を混ぜたら何になりますかって赤って絶対怒られる絶対怒られるな。そんなわけないもん。怖いな、科学って。なあ、ってことはすごい反応してるってことね。そういうことや。赤くなったら拍手拍手いきます。おい、ならへんぞ。これで色つくんや。どうする、サワークイーンやったら、まあ、可能性がないとは言えへんもん。確かにな。あ、でもちょっとずつなんか色ついてきた気するぞ。酸素で赤くなるのかな。わからん、どうなんや。あの、知ってる人たち、こいつら何アホなこと言ってんのと思って我々なんてそんなレベルやで、ね、いやー、ほんまに誰が興味あんねやろ、この動画。ここまで誰も興味なさそうなことがないで。37のおっさん髪染めますっていう、サロンドアザールへようこそ早速塗っていこう。この辺につけて、こう櫛でこう全体にこうなじましていけばいいんだな。要はな、いくぞー。ジュッと、うわ、めっちゃ飛ぶやん。君の髪の毛さ、剛毛すぎる。カチカチやね。そりゃうまく塗らないのが、こんな一人やったらすごいもん。跳ね返りすごいもん。風呂場でガシャガシャやってねんけどな。うわー、くっさ。床屋で髪の毛染めるとこの匂いするんやろさ、うん、大丈夫かな将来大丈夫かなって。でも君、気をつけんといつハゲるかわからへんからな。もういいからな、別にハゲてもなって言うやん。今ハゲたらハゲたくないんやで、やっぱり人って床屋みたいにやるか。お客さん仕事は何されてるんですか。今日お休みですか。今日休みですね。ああ、え、何されてるんですか。工場ですね。ああ、大変ですよね、工場も。あの、お休みとか何されてるんですか。お休みね、撮影してるんです、ね、撮影。あ、なんですか、なんかあのテレビ関係のお仕事でも。あ、 YouTube で、 YouTube。 あー、最近流行ってますもんねふわっとした答えやめろでもさ、こういう話するやん、うん、とこやって。だから俺基本的にガン無視するやん話しかけてほしくない。もう雑誌読んどいたら無視できるから。男のやつ置かれるやん、うん、興味ある。あんまりない。ないやろ、置かんといてほしいな。ファッション誌とか置かれてさ、知らん知らん、あれほんまに。そんな服着る年齢でも体格でもないわけよ。そう、しかもああいうの乗ってるのってクソだけエグくないよな。うわ、でもな、めっちゃ色ついてんねあ、マジで。うん、やっぱりな、根元全然染まってないわ。こうやって見てやれてないからね、こうやって。どうしようもないもんな。うん、よし、じゃあちょっと前向け。くっせって言うやん、うん、全然臭くねえわ。え、臭い、え、鼻死んでんちゃう。君ほんまにあれやな、髪の毛硬すぎるぞ。鼻
針金みたいだな。縫ったやつこうやってやるやん、うん、全部飛んでくる。これ染まるか綺麗に。お客さんやっぱりよく風俗とか行かれるんですか。お客さんぐらいの方やとぐらい乗ってないお前何見とんねん。よし、じゃああとはもみもみしていくぞ。なんか泡立つぐらいまでもめって言ってるから。でもちょっと赤くなってるな、すでに。マジで、うん、やっぱ金にしただけはあるな。飛んどるな。キャンドル、キャンドルジュン、キャンドルジュン、キャンドルジュンってすごいっすよねやっぱすごいっすよねふわっとした話をすなよ美容師っていろんな人と話して、いろんな人にも話合わせねえから。基本的にこんなふわっとしてるやろ。いや美容師ってでもな、話のその何引き出し多さすげえなと思うよな。前行ったとこゼルダの話したらめっちゃ乗ってきたもんな。あ、そう、うせやろと思ったの。でも俺一回仕事の話した時全然乗ってきてくれないやそりゃ知らんやろな専門的すぎるやろ。はあ、ぐらいしか言わへんそりゃそうやろ。話してみようかな。一から説明するのめんどくさいところから聞いてくるからさ話やめんねんって。あの刑事事件でなんかその意義ありとかなんとかみたいなとこから話せないめんどくせえと思って。結構いい感じに馴染んだぞ。マジで。もう脱色から俺がやるべきやったな。俺がっていうより人にやってもらうべきやったな。それも間違いないんやろな。多分この辺今みたいに濡れてなかったやと思うで。めっちゃやってんけどな。よし、オッケー。ここがなどうしてもな乗り切らんから、ああ、ここもしかしたら残るかもしれん。ああ、じゃあ20分タイマーをセットしてなったら流すか。うわー、でもな今の段階でだいぶ違うで。今これやもん、左もめっちゃ色ついてんで。マジでこれいけるな。これでもそばに切ったら一旦短冊に切って、短冊に焼きそばかなんかに添えるか。焼きそば紅生姜やないね。よし、じゃあ20分待つか。死ねえ、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 おかしい、なった、なったわ。25分殴り合ってたけど、いや、えぐいよ体力えぐいよ。もう血だらけやねんこれ血だらけなんや。ドクターストップかけて流す、流さなあかんな。じゃあ流してきて。よし、よし、上がってきたぞ。お、来たかな。すごいな、こんなようになるんやないや、もうタオル、タオル、え、タオルやったすごいまざらに染まったなと思ったけど。じゃあ見せますか。お、見せてみろ。どこまでちゃんと染まってるか。よし、こう、お、結構どう、いけてる。染まってるやん。いけてる、いけてる、いけてる。うわ、やっぱり俺の腕すごいな結構綺麗にいってるで。マジで。あー、いけてるな。ええ感じやん。あ、こっち向いてで、前向いて。あのさ、君人生をさ、かっちゃけようと思って髪の毛染めたわけよ。そうやな。なんだろうな、君髪の毛染めた方が、うん、よりオタクっぽく見える。なんで？はい、ということで、髪の毛赤に染めてみましたけれども、これからはね、赤い水星岩石ということで3倍早く生きようと思います。死ぬなぜか髪の毛赤く染めた方がオタクっぽいなと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の色でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。